カンバーバッチが今度はエジソンに。 Trust you brought your checkbooks. One square mile of Manhattan, and I'm gonna light it up. 万博のエジソンとウェスティングハウスが会うシーン、その中ではフェンスの話が出てきます。エジソンはやはり自分の名声も高めたいということもあったと思うんです。あと自分の技術とかに自信も持っていたと思っています。なんとか自分の技術とかそういうものを守りたいとか、自分のものだっていう、まあ所有物じゃないですけど、自分の思いというのがちょっと強かったのかなっていうのは思うんですね。まあ、そういうところで訴訟もしたりなんなりということはあったと聞いてますが、まあ、そういう意味でこの映画では自分でフェンスを作る、そのキーワードは用いられます。最初の方からフェンスというのが2回3回前の方から出てきて、さらにはフェンスを作ってるシーンとかもあるんですね。そういうフェンスを作っていくって、自分を守るというか、そんなところがエジソンの気持ちとはしてはあるのかなと思います。それに比べて、ウェスティングハウスは、まあ、その名声とかよりもお金持ちだけのサービスではなくて、あらゆる人たちがこの電気のサービスを共有できる、そんな世の中を考えてたと思うんです。そうするとウェスティングハウスから考えると、まあ、直流とか交流とかあるかもしれないけれども、そのフェンスを取って協力していきましょう。もちろん切磋琢磨するところはあるかもしれない。だけどそういう名前とか何とかではなくて、もっと協力してみんな豊かにしていきましょう、まあ、そういう、まあ、ウェスティングハウスはどちらかというと、まあ、僕から見るとなんか親分肌みたいな感じで、思ってるんですけど、もうみんなハッピーに幸せにというような気持ちで、そんなフェンスという言葉を使ったのかなというふうに思ってます。Man that controls that current controls that future. 未来を照らすのは誰だ？エジソンズゲーム。